にちは、札幌の翔吾でございます。3月15日17時25分でございます。今日は今江別にいるんですけど、これから、札幌に帰るところでございます。江別西インターの近くに、新しく信号機が、ね、設置されたところがあるんで、今日はそこをご紹介したいと思います。前から事故が多発する場所だったんで、信号機がやっと設置されたなっていう、ね、感じでございます。先日見た時はまだあの信号機に、ね、カバーがかかっていたんですけど、信号機の方が、ね、運用開始されたという情報を得ましたので、これから現地の方見に行きたいと思います。で、この信号ですね、これを右折していきます。それでは信号変わりましたので、これを右折いたします。これが、江別のインター線ですね。ちょうど江別西インターがですね、この左手のところにございます。道自動車道の江別西インターですね。ちょうどこれまっすぐ行きますと、あのジョイフル AK のところに抜ける道なんですけども、ここ途中の交差点がですね、信号機がなくて結構今まで通りづらかったんですよね。ちょうどここが江別西インターで、この上の高架橋がですね、これが道央自動車道です。いずれは片側2車線のですね、道路になるんですけども、まあ徐々に工事がね、進められているという、ね、感じになると思います。まあこの辺建物がないんでね、吹雪いた時とかは結構吹き溜まりとかなりやすいんで、それの対策も多分やると思うんですけどね。で、この先に信号機があるんですけど、この信号が今回設置された信号機になります。でですね、あの信号機がなくて、あのなかなか道路が渡りづらいというか、交差点結構渋滞してましたし、あと事故もね結構多かったんですよ、ここがね。まあこういった信号機が欲しいなと思うね、交差点って結構あると思うんですけど、その中の一つがまあここだったっていうね感じですね。まあ、この信号機ができたことによって、まあ、事故もね軽減されていくと思いますし、まあ、ここは結構効果がね高いと思います。まあ、あとこのインター線がですね、多分、まあ、1、2年以内には多分全線開通すると思うんですけどね、だいぶ工事進んでますんで、
多分雪が溶けてから本格的に工事がね進んでいくような、ね、感じがいたします。今のところ信号機がないときは通るの嫌でね、4番通りとか3番通り使ってた方結構いると思うんですけども、まあこれで通りやすくなったと思うんですけどね。まあ信号少ないんでね、流れもいいんでね、この通りはね。でこれ左側がジョイフル AK ですね。ここから入っていくことができ、先もですね、まっすぐ道ができてくれたら助かるんですけどね、なんていうのかな、まっすぐ抜けて、3番通り、厚別通りとこう並行するような感じでね、札幌市の方に抜けていってくれれば一番いいんですけども、まあそれはおいおいそういう可能性もね、あると思いますので、まあ今のところでも都市計画とかはね、特に決定はされていないので、まあ現状はしばらくね、このままかと思われます。交差点が結構混むんですよね、右折が並ぶんでね、結構ね。そう、今ぐらいの台数いるとね、1回で行けるかどうかは結構微妙な感じなんですよね。これをまっすぐ行くと、3番通りからね、こう厚別通りに入ってくるような感じでございます。まあ週末、天候また悪くなるそうなんで、お出かけの際にはね、十分お気をつけください。今日は、危険な交差点に信号機がですね、設置されましたというね、情報でございました。